ズドーパミンチャンネル開設1周年でございます。ここまでね、こう1年続けてこれたっていうのも視聴者の皆様のおかげっていうところもありますし、はい、あの1年でチャンネル登録者が正直な365人いかなかったら正直ちょっとやべえなと思ってたんですよ、はいはいはい、1日1人という計算なんですけども、うんうんうん、まあ、あの現時点で564人と、はい、あのまあ、まだこうめちゃめちゃ多いとは言えないですけども、うん、まあ、僕らからしたら本当たくさんの数の方々に見てもらってるなっていうことをね、あの実感正直もするんで、構造動画とか特になんですけど、うん、本当にいつもありがとうございます。まあ、これからもね、あのそれ頑張って、はい、あのまあ、次の目標は1000人ですよね。そうですね、はい、一つの節目というか、うん、山というかね、1000人、1万、10万っていうふうに、そうですね、一緒に壁を高くしていきたいと、ね、思いますんで、はい、あの今後ともよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。というわけなんで、お酒でも飲みましょう。はい、1年前も乾杯しましたもんね。そうですね、 YouTuber 的祝杯でしたっけ。そうですね、で、酒を酌み交わしていますので、はい、節目の時は酒ということですよね。そうですね、これからの福津東海の未来に乾杯。乾杯、同じワードですね、こちらも、はい、思いっきりこぼしたんだよ。あー、うまい。あー、一味違いますね。あー、いつも飲む酒とはビシュですね。いやー、はい、今日のね、みさこちゃんのこの大容量の丼でございます。それ絶対うまそうです。それもやばいよ、結構。僕はあのナポリタンとあの、この揚げ物ですね。いや、まあ揚げ物一緒だよね、多分ね。多分ね、カツで。これ、あの下はレバニラ丼みたいな。はい、いいっすね。どうですか、一年やってきましたけども。いやー、なんというか、なんかありきたりな言葉なんですけど、はい、短いようで長かったような、はいはいはい、こうなんか不思議な感覚なんだよな。僕も始めてからというものな、短いっすね。あー、もうあっという間すか。一日が一瞬だもん。まあ確かにね、うん、それはまあその、俺はその本格的にその関わったっていう期間が、まあそのアルカディアよりかはこう後というか、そうですね、創始者なんでね。まあそうですよね。いいです。はい、大丈夫です。俺的なこう感覚では、そのまあこう最強の補佐になれればいいかなと。最強のナンバー2になれればいいかなっていう意識で、あのまあずっとやってきてたんで、まあ、自分でも分かんないですけど、まあとりあえず全力はなんか果たせてるかなとは思いますけどね。はい。一口も食えてね。編集力の向上はあれだよね、もう二人ともじゃない、結構。まあそうね、かなり変わったというか、うん、そこはなんかさ、こうお互いがお互いみたいな感じじゃなくて、切磋琢磨って感じじゃない。確かにうまいっすね。うん、まあ、いろいろありましたからね、なんかね。まあ、まあ、ちょっと細かいとこ言うと、やっぱメンバー抜けたりとか、はいはいはい、まあ、結構早い段階でますかね、来ると思わなかったから、ね、もう脱退しますって動画を上げたんですけど、報告動画をスタッフとは思ってはなかったんですけどね。まあそこでまあ学んだことはまあありますし、まあそうっすね、うん、それはまあ今に生きてるかなって感じもしますけどね。今後やっていきたいこととか最後言っておきますか。ああ、俺はね、やっぱそのちょっとコラボというか、うん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 、まあ、いろんな方と、うん、ちょっとやっていきたいなっていうのはすごいあります、ね、確かにね、ちょっと精力的に。そうですね、うん、あと僕はやっぱそのあれですね、新しい Mac 買って、はい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 、Adobe を使い始めたんで、うん、それを使いこなす、うん、ああいいですね。来年でやっぱ1万人は行きたいな。ああですね、うん、そうですね。まあ僕の目標ですか、ね、目標はやっぱでっかく持っておいた方が ねモチベーションにもつながるんでね。僕なんですかね、なんかあれっすよね、やっぱこうずっと僕の中にあるのはやっぱりそのまあ今はそのビジュアル系を主にやっている人たちっていう多分その感じなんで、こうネタ動画で一発当ててえなっていうのは、うんうん、やっぱりネタ動画のやっぱ数字がやっぱり伸びないんで、やっぱそこは悔しいですよね。まあ編集は頑張ってるけど、うん、あ、伸びねえなっていう、そのまあ動画出すたびにやっぱ悔しい思いしてるんで、やっぱおすげえなっていう、そのネタ動画一本作りてえなっていうのはありますよね。もう一
個それあるのが、やっぱそのビジュアル系のネタっていうのが今そのビジュアル系の企画っていうのが今伸びてるんですけど、うん、やっぱそのうまくやっぱ融合できないかなっていうのは考えてて、ちょくちょくやってるんですけど、はい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 、もっとねこう YouTuber らしいビジュアル系をさらにこう混ぜた、うん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 、すごいネタ動画みたいなの出せないかなって、まあ、俺的に一歩だったのがやっぱあのこう俺がビジュアル系になってこう出てくるあのビジュアル系デビューします、ああいうなんかテイストの動画がこう撮れたらなっていうのはちょっと頭にある。最後の、僕の目標なんですよ、体重を60キロ台に乗せるっていう、ね、企画でやっても面白いしね、デビューやってもね、そうなんかそういうこう僕の特徴的な部分を生かしたこう1週間企画とかもやってみたいなと思ってるんで、ちょっとデカめの企画とかいろいろこうチャレンジできる1年にできればなと。そうだね、なんかこう、やっぱもうストックは結構あるから、うん、それを編集に当ててその撮るときはもう撮るっていうか、うん、ちょっとデカめな企画を撮っていくっていうのもありかもしれないし、ね、うん、さらに腹痛ドーパミンこんなこともできるんだぞっていう1年にしたいですね。そうですね、いろいろな武器をこうなんていうか携える1年というかね、こう、まあ、ゲームもそうですし、そうだね、だから本当にもうオールジャンルでね、そうですね、本当に楽しむし挑戦もできればで皆さんにも楽しんでもらって、そうですね、はい、そういう1年にしたいですね、はい、というわけで、はい、2018年これからの1年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。というわけなんで、じゃあ名乗ってもらうんだろうと、ああそうですね、じゃあ最後に一応挨拶をして終わりましょう。終わります。逆にあ、いいですね、いいですか、ね、ラポルターを置いといて、ちょっと最初の目の挨拶やっていいですか。じゃあ最初目、2017年の時だ、おーなるほど、はいはいはい、おーどうも福蔵どうもナルカリアです。ソップのレンジで朝晩をどうもガッティです。決まりましたね。どうですか。